2章の64節ですね。これはそのまま読んでも意味は通じますが、対象に感覚が触れても自己制御を確立するものは愛着の憎悪がないので心の静けさをきっと得るというふうに読んでも結構ですね。愛着も憎悪もなければですが、愛憎は皆苦で有害無価値なんですが、快楽を得ることは自分にとって利益がある、あるいは幸福になると思っている人たちが多いのですね。憎悪の方は、あるいは嫌悪の方は苦痛で有害だと思う人たちは多いのですが、愛憎というのはいずれにしても執着ですから、その強度が増せば増すほど自分は不幸になるんだということを理解できないので愛着してしまうんですね。しかし愛憎を捨ててしまえばスカッとすっきりあっけらかんとするんだということを分かるまでには、おそらくいろいろな愛憎で快苦あるいは苦楽を経験しないとおそらくわからないのかもしれません。で、気がついた時には修行するには遅すぎたなってなってしまう場合が結構多いんですね。対象に感覚触れてもですが、対象をどう認識するかなんですね。例えば相手が老若男女人間であると判断するのか、人間は皆一緒、人間人間と思えるのか、あるいは生き物は全て一緒と思えるのか、感覚、対象を自分はどのように認識、判断しているのかと、これも毎日チェックしないといけないんですね。ところが、そのチェックする判断作用は、感覚、判断作用は実験に支配されていますので、自分がどのような刷り込みを持っているのかまで見る人でないと、なかなかそのからくりもわからないわけなんですね。自己制御確立するものですが、例えば対象が鉄であって心が磁石だとしますと、皆さんの心に磁石があって、外の世界の対象が鉄だとすると愛着で引き寄せてしまいますね。あるいは磁石と磁石で NNSS で反発し合うかもしれませんね。ところが自分の心の磁石は強くも弱くもなりうる性質を持っていますので、外の対象に対して自分の磁石あるいは自制自力を弱めていけば、外にどのような対象があろうとも必ずしも愛憎を抱かなくても済むというふうになってくるんですね。まあ、そのようになれば心の静けさはきっと得られる。それで心の自制を無効にするというのは、息を吸って愛、息を吐いて安で対象のことを考えない時間帯にはですね、自制が無効になっているわけですね。 I am thinking, I am sensing 思考、感覚、作用の世界に心がモードを変えていきますと、心の活動状態が変わっていきますと、たちまち皆さんの実験に従って心は自制を帯びて、それなりにいろいろなものを引き寄せたり反発したりして快苦苦楽を味わってしまうわけなんですね。ですからマスターの教えに従ってどのようにして自分の心の実家という自制を無効にしていくことができるのか、そこに狙いを定めて修行されるとよろしいかと思いますね。